はい、マスオゲームズでーす。はい、皆さん今回はですね、新マスクラマスオのマインクラフトパート9やっていきたいと思います。まだパート1からパート8見てないよという方はですね、ぜひ再生リストからチェックしてみてください。はい、ということで今回は前回の続き、拠点作りを進めていきたいと思います。まあ今回で、まあ外観はほぼね、完成するんじゃないかなと思うんですが、まあ前回のおさらいをしていくと、今回はテラコッタのブロックで、こういう風に拠点作りをしてます。思ってたよりね、結構広めに今回の拠点作っちゃったから、意外と作るのが大変だなっていう印象ではあるんですけど、まあいい感じでね、こういう風に作ってます。で、前回ね、まだ用意してなかった緑色のテラコッタ、さらに黄緑色のテラコッタとか、あと赤色のテラコッタですね、これを用意したんで、まあ2階部分にね、こういうのをうまく使いながら今回は2階そして3階を作っていけたらなと思います。はい、ということで早速やっていきましょう。まあ中こんな感じですね。で、こっからはしごで、まあこういう風に上がれるようにして、また1,2,3と、はい、まあ同じようにですね、こういう風に柱を作っていきます。まあ外から見ても中から見てもまあいい感じになるようにね、はい、こういう風にね、今回は拠点作りをまあ進めてってるんですね。で、ここの部分正面に関してはちょっとまた違った風にするんで、はい、ここはなしです。で、ここも1,2,3 1,2,3、ゲボゲボゲボって聞こえるけど、デキシーゾンビさんがいらっしゃいますね。で、ここ横の部分のここは赤で、はい、こういう風に囲います。まあやっぱ赤をね、基本にして、まあ周りを固めていくっていう、こういう感じですね。まああっさりとはしてるけど、まあいいでしょう。で、正面なんですけど、このね、正面のところは今回はこの白のステンドグラスを使っていきたいと思います。まあ色合いがね、今回遠くから見るとね、後から遠くから見るとわかるんですけど、めちゃくちゃ鮮やかなんですよ。で、あまりにもこう鮮やかだとしつこくなっちゃうんで、しつこくならないように白でこういう風にね、まあ白を基調として色をつけて、まあやっていってる感じです。で、ここでまたこのですね、あのテラコッタ使っていきたいと思います。どんな柄にしよっかな。ぶっちゃけどんな柄でもいいんだけど、はい、これでもいいな。同じ方向から、まあ真ん中の部分ね、まあこういう風に真ん中これにして、じゃあ端っこを次緑使ってみましょうか。これ、これもまたね、前回も皆さんにお見せしたんですけど、難しいんですよね。なんかこれクローバーみたいになりそうですね。四つ葉のクローバー的な。ちょっと待った、この部分足場作らないと、さすがにこう建築しづらいですね。足場作って、まあ土台を作ってね、はい、乗せていきましょう。あ、いい感じだ。おお、できた。綺麗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 、これはいいな。じゃーん、ということで黄緑色できました。なんか四つ葉のクローバーみたいで、すごく可愛い感じにできたんですが、次は赤色のテラコッタを使っていきたいと思います。これは一体どんな風になるんだろう。どういう風な柄を作るのが一番正解なのかわかんないんですけど、真ん中にこうなんか印をつける感じにすればいいのかな。はい、おー、まあ綺麗っちゃ綺麗ですね。これはまた違う柄になっちゃいましたね。だいぶ慣れてきた。あ、いいね、いいね、いいよね。ぐるんぐるんって、ちょう、あれ、右と左で若干違う。これ間違えてるね。なんか全然違くない？右と左。あ、上が違うんだ。違うの気づかないわ、これ。違うの気づきませんでしたね。こうか？合ってる合ってる合ってる。で、こっちからこうか。意外とわかんないもんですね。これでいいんじゃない？あー、同じ同じ同じ柄になった。いや、間違い探しって言われても気づかないくらいのちょっと難しさはあった気がする。で、最後が、この黄緑色を使いたいと思います。黄緑色めっちゃ濃いっすね、これね。あ、これ違うな。ここなんか違いますね。くわー、あとで取り行かなきゃ。えい。お、
できた。綺麗綺麗綺麗。あ、いいね、かっこいいね。これまた後でさ、遠くからまた見るのも楽しみなんだよね。オッケー。おおお、すげえいい感じで、このこれを取りましょう。土を取って、じゃーん、ということでこんな感じになりました。中から見るのと外から見るのね、柄がだいぶ違うんで、また面白さがあるんじゃないでしょうか。大丈夫だよね、あの左右、あ、ここ違うとかないよね。大丈夫だよね、柄同じだよね。まあ並べ替えが間違ったりすると左右違くなったりしちゃうんですけど、合ってるよね。ね、よーく見ないとさ、なんか間違ってそうで怖い。で、さらに、まあね、この上の部分をまた作り上げていきましょう。で、ここの上は、1階と同じく、はい、ガラスです。じゃないと、さっきも言ったんですけど、くどくなっちゃうんですよね。この建物自体が。うん、くどくならない程度にこのテラコッタブロックを使いたいなってのが今回のテーマなので、はい、これを使いまして、で、土で上がって、はい、ここにまた、赤のテラコッタブロックですね。これで外枠を作り上げていきたいと思います。ということで、こんな感じで骨組みだけ組み立てました。あとは3階部分を作っていきたいと思います。まあ、3階部分がね、意外と重要なんだよね。まあ、意外とっていうか当たり前に重要なんですけど、まあ、3階もはしごで一番上まで登れるようにして、まあ、ここに床部分を作っていきまーす。で、床部分なんですけど、同じくね、ハーフブロックで、うん、やっていきます。なんかやっぱね、このいいんだよね。白のこの木材の相性がやっぱりいい。うん。ということで、こんな感じで並べていきましょう。ぽい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 。ぽいぽいぽい。ぽいと。いやー、ハーフブロック並べるの気持ちいいな。なんかこう、拠点ができてきてるっていうさ、楽しさがあって、本当にいい。いや、今回でも拠点結構大きめに作っちゃったから、その拠点の中をね、どういう風にしようかなっていうのがね、結構悩ましいかなっていうのが割と印象としてありますね。狭く作れば、じゃあその拠点の外にまあいろいろ作ろうとかになるんですけど、花畑でも作ろうかな、この拠点の周り。ねえ、どうしようかな。あそこ一応花畑だから、あんな感じのさ、すごい花畑をガッとこう作れたらいいなとか思ってますけど、まあ、どうなるかちょっとまだわかんないですけどね。じゃーん、ということで3階の床敷き詰めました。で、こっちの3列はある事情であえてこう開けてあります。で、反対側に関してはこれからね、これ空色のテラコッタですね、これでちょっとした床を作りたいと思ってるんだよね。これはバラバラでいいんだけど、並べるの、まあ、均等になってれば、まあ、なんとなく、3階部分に遊び作りたいなっていう。単純にこう、なんか綺麗な床も作りたいなって思っただけなんですけど。はい、こんな感じ。なんかちょっと、かっこよくない?って言ったらそれだけ。で、ここの部分は、柵、作ってきましたんで、柵を、ポン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 。はい、このように、つけます。まあ、ここ落ちないようにってことですね。まあ、ここを開けてる理由はね、まあ、そのうちわかると思うんですけど。で、最後に、大枠ですね。一番外にね、なんですけど、この白の板ガラスですね。これで、まあ、柵みたいな感じで、囲っていきます。まあ、柵にしない理由はですね、まあ、柵に、柵にすると、あっち行きたいなって思ってジャンプしようと思ってもできないんですよね。うん、皆さんわかると思うんですけど、まあ、こっちから、こっちにぴょんって行きたいなと思っても行けないじゃないですか。これがたまにストレスになるから、普通にこうぴょんって、まあ、行けた方がいいなと思って、普通に。だから、こういう風に、白の、こういう板ガラスにしてます。で、ね、この板ガラスもですね、結構ね、多分外から見ると割とね、綺麗な感じに映ると思うんだよね。まあ、見てみない分にはちょっとわかんないんですけど、オッケーで、松明も作って、ちゃんとね、沸かないようにもしときましょうね。っていうか、松明作りすぎたかな、これ。こんな感じか。はい。で、一応、外側に沸きづらくね、なるようにちゃんとやっといて、で、ここだよね、真ん中あたりにやっとけばいいのかな。とりあえず、
ちょっとわかんないんで、どんぐらいなのか。まあ、こんな感じで、沸かないように、均等に並べておきます。で、次、2階部分ですね。2階部分も、まだ完成してないんですけど、よし。2階部分も、ポンポンと。松明つけて、で、このガラスの部分ですね。ここも、白で、ガラスで囲っていきます。やっぱね、白があると、建物、なんか色鮮やかでも、まあなんかそれなりに見えるんですよ、ほんとに。いろいろ試してみたんですけど。ちょっと色鮮やかすぎるから、今回の拠点は。よーし！どうだろう、これ。ちょっと見てみよう、見てみよう。じゃあ行きますよ、皆さん。完成した僕の拠点はこちらでございます。3、2、1、ドーン！はい、いかがでしょうか？見事な豆腐ハウスでございまーす。真四角ですね。真四角なんだけど、でも、良くない？いいって言ってほしい。結構、テラコッタをどういう風に使って、この拠点を作ろうか。こっちが正面でも良かったかもしんないですね。なんか、こっち正面の方がしっくりくる？なんか、こっちの方が派手だね。逆側もこれする？でも、やっぱりさ、まあ、こっちの方がいいか。なんか、今更だけど。こっちの、こう、なんか、すっきりしてる感じも、俺嫌いじゃないんだよね。でもさっきの方が、なんか正面っぽいっすね。で、中入りますと、まあ、こんな感じですね。まあ、テラコッタブロックなんで、溶岩をこぼしても大丈夫らしいよ、みんな。で、上がっていくと、はい。また柄が違いますね。で、なんとなく、まあ、なんとなくなんですけど、ここだけ変えてみました。っていう、まあこんな感じ、いかがでしょうか。かなり考えた結果の今回の拠点でーす。で、まあ今のところ、まあ本当にできるかわかんないんですけど、ずーっと前のね、マスオのマインクラフト、まあ一番最初のマインクラフトかな、の二つ目の拠点で、この一番屋上から、まあ鉄道を作ったんですよ。こっからプーって。で、今回もあの山ぐらいまで、こうブイーンっていう鉄道、まあ僕がマグマダイブしたあの鉄道ですね。ああいう感じのやつを、まあ作れたらいいなーなんて思ってて。はい。だからそう、屋上もしっかり作っていけたらなと思います。ちょっと、で、ちょっと離れてみるとこんな感じか。結構色鮮やかだよね。まあ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 。イメージ通りって言えばイメージ通りにはできたのかな？遠くから見ても、まあ、豆腐ハウス感は否めないけど、やっぱね、白が効いてるね。白があるから、あんなにごちゃごちゃな、建物でも、まあ、それなりに見える。遠くから見ても、ちょっと拠点っていうより若干倉庫感は否めないけど。でもまあ、悪くないんじゃないかな。って言ってほしい。本当に。じゃあちょっと、あとは、中だよね。中をどうしていくかっていうことなんだけど、まあ中のせっかくのさ、鮮やかなテラコッタを生かしたいは生かしたいんだけど、うまくいけないかもしんない。ぶっちゃけて言うと。っていうのも、チェストをいっぱい作るじゃないですか。2階にチェスト部屋みたいな感じで作ろうと思ってるんですけど、このさ、チェスト部屋がさ、最初僕が思ってたのは、こういう感じにしようと思ってたの。こういう感じ。はい。テラコッタ意味ねえ、色わかんねえっていう感じなんだよね。だったら、横に作った方がいいかな。横の方がいいか。そんな気がしてきた。どっちがいいと思う？横って、ちょっと、いまいち、皆さんね、イメージつかなかったのために、やると、こんな感じですね。こっちに行こう。こっちの方がいいね。こっちの方がいいよね。テラコッタ、せっかくのテラコッタ、ね、ダメになっちゃうもんね。ただ、この、窓際に作ると、外からの見栄え悪いかなって、ちょっと思っちゃったんですよね。まあ、こっちからさ、こういう風に見えるじゃん。あ、でも、悪くないな。悪くないな。ねえ、悪くないね。
そうしよう、そうしよう。やっぱり、あの、端っこのところに、チェストを置きまくると。うん、そういう拠点にしよう。あはー、なんかどんどんうまくいってるような気がして嬉しい。いくつあれば足りるかな、チェスト。チェスト作って、もうこんなに入れるところあるかな。まあ、ぶっちゃけて言うと、今だったらね、そんなにチェスト必要ないじゃんってね。思うかもしれないんですけど、今のこの状態だったらね、そんなにマスをさすがにチェスト使わないでしょうってね、まあ思う方もいらっしゃると思うんですけど、いずれね、どうせチェストってまだ必要になるんで、はい、そのためにチェストをいっぱい作っときました。で、最後に、今回のね、最後、まあ、拠点できたっていうね、動画で十分だったんですけど、最後の、この上開けた、うん、理由ですね。こういう風にしようと思ってるんですよ。こういう感じにしよう。結構いい広さだよね。で、ここですね。この部分に、こんな風に、ちょっとここの部分、暗くなっちゃうけど、松明どこに灯そうかな、迷っちゃうな。松明ここでいっか。こういう風にして、で、ここにかまどを置きます。まあ、もうずーっとね、今まで作り続けてたアイテムなんで、別に何も珍しいことはないんですけど、で、ここにまたチェストで、トラップチェストってどうやって作るんだっけ？トラップチェスト。トラップチェストの作り方がわかんない。糸とか必要なんでしたっけ？ちょっと見てみましょうか。トラップチェスト、チェスト、チェスト。トラップチェストをね、一つ作りたいんですよね。これか。ワイヤーフックってどうやって作るんだ？トリップワイヤーフック。いや、これさ、めっちゃ助かりますよね。今までは作り方わかんなかったものが、まあ、こういう風にね、一目でわかるようになったから。トリップワイヤーフック、トリップワイヤーフック。はい、トラップチェストを一つ作っといて、はい、この真ん中にトラップチェスト置きまーす。はい、まあ、皆さんもわかると思うんですけど、これは、普通にかまどです。上に焼きたいものを、例えば石を置いて、で、ここに自動的に来て、で、例えば、ここに、マグマ。マグマ一つで100個ぐらい燃やせるらしいんで、燃やしたい時にこうやって、マグマを入れといて、まあ、焼かれたものがこの下に来るっていうね。まあ、3列あれば、まあ、十分足りるかな。どうだろうな。もう一つ、チェストを一つずらして、4列でもいいかな。はい、ということで、かまど4列にしましたー。で、これでかなりね、効率よく、焼きたいものを短時間で焼けると思うので、まあ、大満足でございます。トラップチェストを使うことでね、上にチェストもう4つ、1つ1つ並べることもできるんで、これもね、まあ、うまくできたんじゃないかなと思います。ただ、最後にね、皆さんに聞きたい。ここの2階と、この1階部分ですね。どういう風に使うのがいいんだろう、この広いスペースを。だって今、ここ使いたい内容って言ったらさ、ベッドしか置くものないからさ、だからこれ壊して、絵も撮っとこうか。ね、このお墓って言われたね、この僕の拠点を、ちょっと変えるために。いや、絵あったらまたぐちゃぐちゃになりそうだけどね。まあ、置いときますか。ほい。ほい。いいじゃん、これ。はい。わけわかんねえよ、この拠点。まあ、よくわかんないけど。はい。ということで、とりあえず、まだ全然改造してませんけど、今回はこちらで終わりたいと思います。いかがでしたでしょうか？テラコッタを使った拠点。ねえ、なんかあんまり気に食わないなっていう方もね、もしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、少しでもね、あ、マスオ、この拠点、テラコッタね、使って、こう、ぐちゃぐちゃな鮮やかなやつをうまく使ったんじゃないって、もし思ってくださる方がいたら、よかったら高評価いただけたら、僕は嬉しいです。よかったらよろしくお願いします。で、2階と1階のね、使用方法のアイディアとかも、もしいただけたら、ありがたいな、と思います。やっとマスオのマイクラライフがこの拠点とともにスタートしていくような気がします。ちなみにこの拠点の名前もじゃあ募集しようかな。看板つけよう。うん、そうしよう。はい、ということでぜひいろんなコメント待ってまーす。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。以上、マスオゲームズでした。
バイバイ。チャンネル登録、高評価、よかったらお願いします。他の動画もぜひチェックしてってね。